同じですね、昔走ってた時と同じ感じがして、高まります。そうですか、じゃあ気持ちがこう徐々に高まってきているような。そうですね。手にしたモーター17号機ですけれども、2年足率は 35%。 昨日の全編練習の雰囲気はどうでしたか？あのプロペラを、攻めて叩いて、はい、釣りの反応はあって、あの足は良かったと思います。はい、ただ終わった後に結構ギリギリまで本体整備を行っていたようなんですけど、その意図は？いや、もう優勝を狙ってやってみたかったんでやってみました。はい、その後は乗ってないんですよ。今日乗って、はい、こっちの方がいいんじゃないかって思ってます。ドリーム戦は1枠、本当にあの絶好の舞台が整いました。戦う気持ち、まあ、レースイメージは一つでいきますか、ドリーム戦は？そうですね、しっかり逃げたいなと思います。では今節の意気込み、戦い方、ファンの皆さんに最後メッセージいただきましょう。はい、覚悟を決めてきたんで、優勝戦までしっかり走りたいと思います。応援してください。61号機、結構発音しからいいっていう声があるんですけど、いかがですか？良かったと思います、はい、なんとなくこう感じた部分、このあたりがいいのかなっていうのはあったんですか？そうですね、悪いところがないっていうのがいいところかなと思います。全権でそこまでいけるって、そこまで感じるというのはいい方なんですか？まあ、いいと思います。すでにもう前節の、玉川の終電の体感に近いんで、はい、そんな感じです。はい、トリオ戦は2枠での戦いですけども、どんな戦いをファンの皆さんに見せてくれました？まあ、分かんないですけど、できることはやりたいと思います。はい、では最後にファンの皆さんにもう一言、今節の意気込みをお願いします。はい、強いメンバーですが、しっかり勝てるように頑張ります。お願いします。今年はここまでどうですか、池田選手自身順調に来たなっていう印象ありますか？もうすごい順調です、ね、賞金ランキングは5位という位置で迎える地元の SC ボートレースダービーですけれども、あのモーターね、何号機を何パーセントのモーター引くか皆さん心配してたと思いますけれども、池田選手2連対率 48% です。もう十分ですね。十分ですか？あの数字も十分ですけれども、乗った印象としても十分でしたか？昨日は別に違和感なく走れたので、はい、いいと思います。近況、この2節ぐらいはちょっともう伸びに特化してたり、伸び寄りだっていう声が多いもんだったんですけど、もうプロペラは叩いて、あ、プロペラはちょっとダサいです。あ、ダサい、はい、ダサいね。これからじゃあかっこよくやっていく感じですか？もうちょっとね、癖が結構あるんで、どこまで修正できるかがポイントですね。じゃあその調整力もね、一節間で見せていただきたいと思います。地元の SG です。最後にファンの皆さんに一言メッセージいただきましょう。地元をして、優勝できる、頑張ります。SG ナイターキングの異名と実績がありますけれども、やっぱりナイターは好きですか？ナイター大好きです。その調整は意外にこうナイター昼より難しいって言ったりしますけど、そのあたりも含めて、まあ、そうですね、まあ、相性がいいっていう感じですね。もう長ゴーリもその中でも SG 制覇の実績もありますし、いいですよね。長ゴーリ大好きです。はい、ありがとうございます。そして手にした問題、2年か月は 34%、まあ、中堅ぐらいの数字ではあるんですけど、昨日の前傾乗った雰囲気はどうですか？動きがダサいです。フェラーがダサい、動きがダサい、どうしましょう？いや、もう本来やってますし、はい、いやもうプロペラはちょっとかっこよかったので大丈夫です。はい、じゃあ、まあ、いろいろこう踏まれるとまずまずっていう感じなんですか？あのボートがいいんですよね、僕の。はい、なので、まあ、本体ちょっとダサかったんですけど、まあ、少し、おしゃれにしてくれます。あ、そうですか。じゃあ最終的にはあの超かっこいい、イケてる感じに仕上げていきたい。まあ、普通の人よりちょっとかっこいいぐらいです。トリプル戦4枠の戦いになりますけども、何かレースイメージを持っていきますか？多分
かっこいい産後での地元メンスが攻めるので僕は差し歯を見つけたいと思います。それでは最後にファンの皆さん、本日の意気込みをお願いします。はい、本当に優勝するつもりで来てますので、ふざけて頑張ります。賞金獲得ランキングは1位で迎えるというダービーになります。また連覇もかかりますけれども、気持ち的にはどうですか？そうですね、チャレンジャーの気持ちで来てます。はい、はい、ガマ氷の印象とか相性というのは馬場選手はどういうふうに捉えてますか？正直ちょっとガマ氷の僕の成績は出したいので、コンセプトは、克服したいなと思ってます。じゃあちょっとかっこよく整えていきたいですね。ガマ氷は少し久々の水面にもなったと思いますけれども、手にしたモーター55号機、前回優勝しているモーターです、どうですか印象は？機能そのまま乗ってみたんですけど、大感度が良かったので、とりあえずは、一安心した。奇数号艇の馬場選手というとね、もう皆さんご存知の通り、まくれさせてこう入ってくるみたいなイメージがありますけども、そんな感じの仕上がりにはもうちょっとのところですか？昨日の時点でも日本語書が良かったんで、それを狙える体感ではありました。そうですか、じゃあこのドリーム戦からご期待いただきたいと思います。まあ、皆さんに一言メッセージいただきます。はい、一節間、自分の持ち味を発揮して、盛り上げたいと思います。頑張ります。ご報告しました、あの浜田選手です。田野選手も久々の生ぶり水面ですけども、印象はいかがですか？水面広いですし、飲みやすいので好印象です。好印象ですか、ありがとうございます。手にしたモーター21号機2連打率は 31% と、このドリームメンバーの中ではちょっとこう数字はね、ちょっとこう下かなという感じですけども、印象はどうでしたか？行き足に関してはいいかなと思ったので、印象は悪くなかったです。何もせずに行き足はいい感じがした。はい、そうですか。これから何か作業は考えますか？プロペラを中心に、はい、やっていこうかなと思ってます。はい、御社では SG 初優勝を飾って、賞金ランク的には8位という位置につけています。このドリーム戦6枠の発進っていうのは気持ち的にはどうですか？そうですね、一番枠としては不利なので、すごく有利なんじゃないかなと思ってます。そうですか。では最後に番組皆さんへ考察の意気込みをお願いします。はい、最終日優勝戦のレベルに正解を守ります。応援してください。